俺は岩泉優馬。今年大学を卒業して就職した社会人1年生だ。ただいま。あ、また来てんのか。お兄ちゃんお帰り。どうも。どうも。リビングにいるのはルームシェアしてる3個下の大学生の妹ナナと、遊びに来てるイケメン彼氏のリオくん。ほんと顔整ってるし、背が高くてスタイルいいよな。初めて会った時は芸能人かと思ったし。お兄ちゃん、ご飯は？うん、食う。温めるよ。リオ優しい、ありがとう。毎度毎度ラブラブなこった。どうぞ。ああ、ありがとう。これリオがルーから作ったんだよ。そうなんだ。お、うまよかった。顔も良くて料理もできるとかすごいな。いえ、そんな。しかも性格もいいとか。やめてください。俺がもしリオくんみたいなイケメンに生まれてたら、もっと好き放題して性格悪くなってそうだよな。そうだ、リオ今日も泊まるね。あんまイチャつくなよ。イチャついてないしね。えリオ。うん、十分イチャついてるだろうか。ごちそうさん、部屋で仕事してくるわ。俺は毎日仕事行って帰ってくるだけの生活。対して大学生のナナは毎週イケメン彼氏がお泊まり。充実してんな。羨ましいなとは思う。でも俺は特に顔がいいわけでもスタイルがいいわけでもないし、これといった個性だってない。彼女いたことはあるけど、なんとなく付き合ってなんとなく別れたって感じだったな。俺には漫画やドラマみたいな劇的な恋愛なんて訪れないと思う。お兄ちゃん、コンビニとかスーパーのお惣菜ばっかじゃダメだからね。あと部屋の片付けと掃除と洗濯と。わかってるから早く行ってこい。あとゴミ出し忘れずにね。行ってきます。はいはい。たく騒がしいな。ナナは今日からサークルの合宿。相変わらず充実した毎日だな。ナナにはああ言われたけど、めんどいからやっぱコンビニになるよな。ビールもう一本開けるか。あ、ビールもうない。またコンビニ行くのもめんどくせえな。お、宅配か。イケメン彼氏くんかよ。来てもらったとこ悪いんだけど、妹は合宿中でいないけど。はい、聞いています。それじゃあ気をつけて帰って。終電逃しちゃったんで止めてください。いや、今7時だけど。クソ田舎でバスがないんです。お願いします。なんでだよ。ありがとうございます。はあ、結局入れちまった。じゃあ君はナナの部屋で寝て、シャワーとか適当に浴びてくれていいから。あの、ご飯とか。もう食った。じゃあお酒買ってきたんですけど。え、マジ？なんつうタイミング。はい、止めてもらうお礼に買ってきました。止めてもらう気満々だったのかよ。すみません。でもせっかくなんで飲みませんか。それじゃ遠慮なくもらおうかな。ほんとリオくんって気が利くんだよな。はい、乾杯。こうして差しで飲むの初めてだな。ですね。ナナと同じ学部なんだよね。はい。どうやって仲良くなったの。席が隣でナナが話しかけてくれました。あいつコミュ力お化けだからな。ですよね。会った初日から家においでよって誘われてびっくりしました。おっと、我が妹ながらすげえ肉食女子だな。でもおかげでお兄さんにも会えたし、よかったです。あ、俺に媚び売ってんのか。まあ彼女の兄さんに嫌われたら嫌だもんな。俺もリオくんがいい子でよかったよ。ナナのためにも友好関係気づいといた方がいいよな。あの、お兄さんは恋人
いないんですか？俺？いないいない。家と会社の往復の毎日だよ。よかった。え？そりゃ俺はリオくんみたいにかっこよくないし、背だって低いしモテないけどさ、よかったってのはひどくない？いや、そんな意味じゃないです。じゃあどんな意味だよ。お兄さん、いつも優しく迎え入れてくれるし、褒めてくれるし、気遣いだってできるし、すごく素敵だなって思います。ありがとう。イケメンからそんな風に言われると照れるな。お兄さん、私、ちょ、悪いと思ってんのは分かったから、謝らなくていいから。最近の若者は男でも距離が近いのか、びっくりするわ。もうこんな時間か。俺シャワー浴びてくるわ。リオくんも適当にシャワー浴びて寝てくれたらいいから。え、お兄さん？じゃあおやすみ。何、俺は男相手、しかも妹の彼氏にドキドキしてんだ。イケメン怖。そういやリオくん、自分のこと私って言うんだな。もしかしていいとこの子？田舎住みって言ってたけど、大地主のお坊ちゃんとか？とにかくシャワー浴びてさっさと寝よう。ああ、さっぱりした。って、リオくん？なんで俺の部屋にいんだよ。しかも、ワイシャツ一枚とか何のつもりだ？お兄さん、今日は勝負下着でお邪魔してます。俺の脳が高速回転する。リオくんは男の子だったのだろうか。いや、そんな言動は見たことがなかったから、女装が趣味の女装男子ってやつか。そういう趣味はないです。そういう趣味？女装して。女装してないです。女装に対する観念が違うってこと？いやいや、こんなことで議論してる場合じゃない。そもそも君はナナの彼氏だろう。違います。ナナは友達です。ナナとは遊びだったのか？まさか背のつく友達じゃないだろうな。遊びって、友達だから遊びますけど、ナナといるうちにお兄さんのことが好きになっちゃったんです。リオくんがそんな子だったなんてがっかりだよ。ナナのこと大切にしてると思ってたのに。ナナのこと大切に思ってますよ。だったらなんで好きになっちゃダメですか？ダメだろう。妹が好きな男だし、そもそも俺は女の子が好きなんだ。私、女の子ですよ。え？ほら。確かに膨らみが。下も見せましょうか？いい、いい。お兄さん、私のこと男だと思ってたんですね。だってイケメンって言われても否定しなかったし。ああ、私女子校だったんで、イケメンって言われ慣れてて違和感なかったんですよね。やたらナナとの距離近かったし。ん？女の子同士ってあんなもんじゃないですか？いやいや、手つないだり腕組んだりするか？女子校ではそれが普通でしたけど。第一、こんなイケメンで背が高かったら男だって勘違いしちゃうだろう。名前からだって分かんないし。そうですか。それじゃあまずは私が女だって認識してもらうとこから始めないとですね。ちょっと待って、ナナはこのこと。私がお兄さんを好きなこと知ってますよ。合宿でいなくなるからお兄さんに会いに行きなよってアドバイスしたのもナナですし。おいおい、私のこと妹の彼氏としてじゃなく、お兄さんを好きな女の子としても見てくれませんか？いや、そんなこと突然言われても。戸惑う気持ちは分かりますんで、今は引きます。でも私諦めませんから、ナナの部屋で寝てきますね。リオクちゃんは女の子で俺のことが好きだったのか。うわぁ、いろいろと頭が追いつかねえ。
あんま寝れなかったな。リオちゃん、もう帰ったかな。あ、お兄さん、おはようございます。おはよう。まだいた。朝ごはん作ったんで一緒にどうですか。ああ、ありがとう。顔が良くて優しくて料理ができて最高なんだよな。私のこと意識してくれてます。わあ！お兄さん、かわいい。俺の方が女みたいな反応しちゃってんじゃねえか。どうですか。うまいよ。よかった。まずはお兄さんの胃袋をつかまないとって思って。そのお兄さんっていうのやめて。え？リオちゃんはナナの彼氏だから俺のことをお兄さんって呼んでるんだと思ってたから。お兄さんって言われるとまだ頭がバグるから。と、それじゃあユーマさんと。うん。何ドキドキしてんだ。私のことリオちゃんって呼び名に変えてくれて嬉しいです。ああ、うん。ダメだ。リオちゃんが女だって分かった途端すげえ意識しちゃってる。俺仕事があるから部屋に戻るよ。リオちゃんは好きな時に帰ってくれていいから。あ、はい。俺はリオちゃんのこと男でナナの彼氏だと思って接してたのに、リオちゃんが女だって分かって告白された途端に意識するとか、俺単純すぎんだろ。彼氏じゃなくてもリオちゃんはナナの親友だ。妹の親友に軽く手を出していいはずがない。今は好きって言われて浮かれてるだけだ。慎重にしないと。リオちゃんもナナも傷つけたくないから。リオちゃん帰ったのか。その後もリオちゃんは変わらずうちに遊びに来た。お兄ちゃん、おかえり。こんにちは、ユーマさん。あ、いらっしゃい。ご飯作ったんだけど食べますか。あ、食べてきたからお腹空いたら食べるよ。わかりました。と、仕事残ってんだった。それじゃあごゆっくり。うかつに妹の親友を好きになっちゃいけない、手を出しちゃいけないと思うとどんどんリオちゃんとの距離を取っていた。ただいまって、あれ？ナナは？彼氏から連絡来て行っちゃいました。え？彼氏？ナナ彼氏いたのか？合宿をきっかけに付き合い始めたんですよ。知らなかったですか？全然知らなかった。私も帰るって言ったんですけど、リオはここにいてお兄ちゃんを待つのって強引に言われて。ごめんなさい。いや、あの、私が告白したの迷惑でしたよね。あれから私のことを避けてますし。それは妹の親友だからって遠慮しなくていいです。はっきり断ってもらった方がすっきりするんで言ってください。失恋しないと。いつまでもユーマさんのこと諦められないから。リオちゃん、大丈夫です。失恋してもナナの親友だってことは変わりませんし、時間はかかるかもしれないけど、ユーマさんのこと諦めますから。俺やっぱりリオちゃんが好きだ。え？リオちゃんが女だって知って俺のこと好きだって告白されて意識し始めたけど、妹の親友だからうかつに好きになっちゃダメだって自制してた。でもダメだった。そう思えば思うほど意識しちゃって。ユーマさん、リオちゃんのことどんどん好きになってた。俺と付き合ってほしい。嬉しいです。妹のイケメン彼氏が実は女で俺を好きだと知って驚いたし戸惑いもしたけど、今はこの出会いに感謝してる。イケメンで女性らしいリオちゃんを大切にしていくんだ。お兄ちゃんとリオうまくいったかな。
二人とも大好きだから幸せになってほしいな。どうした？なんでもない。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。